JOABDTV、NHK 東京教育デジタルテレビジョンです。太平洋戦争末期、フィリピンレイテ島。舞台から見捨てられた一人の兵士の壮絶な体験を描く小説、ノビ。作者は自身もフィリピンの戦場からかろうじて生還した大岡昌平。大岡だから描けた兵士の心とは。臓腑を抜かれたような絶望とともに、一種陰性の幸福感が身内にあふれるのを私は感じた。8月、戦争文学の傑作を4週にわたって読み解きます。We'll be right back.